ウクライナ侵攻から1年バフムートの攻防が激化マン犠牲払いつつ前進ロシア軍によるウクライナ侵攻から2月24日で1年となるこの節目に合わせるような形でロシア軍の大規模攻勢が始まったとの情報が相次いでいる欧米はウクライナを支援するため戦車の供与を決めたが部隊として実戦に投入されるにはまだ時間がかかりそうだ戦況はどうなるのか 私はロシア軍が再びキーを狙うことを疑わない、ウクライナ軍トップザルジニー総司令官大将が昨年末、エコノミスト誌にこう述べた。ザルジニー大将はその指導力でウクライナ国民の尊敬を集めている。それだけにこの発言は国民から重く受け止められている。彼が危惧するようにロシア軍は本当にキーウ再侵攻を狙っているのか。ウクライナプラウダ氏2月5日が、 レズニコフ、ウクライナ国防省へのインタビューで尋ねたところ、彼は歴史を紐解きながら1年前の侵攻撃を振り返った。首都征服は戦争における目的であり、シンボルです。モスクワ征服をナポレオンが狙い、ベルリン陥落が第二次世界大戦を終わらせたように、現在続く戦争においてはどうか、国防省はこう述べる。ウクライナ征服のため、キーウ侵攻しようというロシア人の夢は実現しない。 彼らは人口4万人の東部のバフムート市だって5ヶ月も戦って陥落できていない。キーウの人口は400万。市街戦をやろうとしても非常に多くの市民の抵抗に遭うでしょう。総司令官の言葉については、軍人として意識的に最悪のシナリオを語り、侵攻に備え、良くしようということだったという。隣国ベラルーシでのロシア軍の配置が全てを物語っている。 一年前はロシア兵三万人がいた。そこから南へ進行、首都方面を襲った。デスニコフ国防省によると今はその四割の一万二千人しかいない兵員の輸送ヘリコプターも一年前の10分の一だ。ロシアはウクライナ軍の注意をここに引きつけ兵力分散を狙っている。全方面からロシアが再進行してくるとの見方が国内で根強いが、 そのウクライナプラウダの質問に国防省はロシアの戦略は変化したと次のように答えた1年前はロシアは戦力を分散させ一気にウクライナすべてを占領しようとし失敗した多くのエリート部隊を失ったそこで新しい戦略を採用それは兵力を集中し10メートルずつ徐々に陣地を奪いウクライナの兵力を押し出すというものだ ロシアが兵力を集中し、大攻勢のありうる場所として、ウクライナの東部と南部を挙げる。南部戦線については次のように説明した。ウクライナ軍が奪還したヘルソン州西部へのロシア軍の再侵攻は至難の業だ。州西部とロシアが占領中の同州東部を隔てるドニプロ川を渡らないといけない。だが橋はロシアが焼き落とした。船で渡る彼らを我が軍は砲撃して進めるだろう。 危険があるのはヘルソン州の東隣、ザポリージャ州だという。ロシアが支配する州南部の陸上から攻撃してくる可能性がある。ロシアが占領中の東部ドンバス地方とクリミア半島等をつなぐ回路を拡大するのがロシアの夢だからだ。目下最大の焦点は東部戦線だ。ロシアの大攻勢が始まったとの指摘がウクライナ国内外から出ている。アメリカのロシア専門家コフマン氏は、 ロシアの軍事的な主要目標についてそれは東部ドンバス地方だとし攻勢を強めているとツイートした2月6日ドンバスの最大の激戦地バフムートをめぐりイギリス国防省はロシアの傭兵集団ワグネルが23キロ前進したとツイートした2月10日バフムートを包囲しようとロシアはその北、東、南の3方面で前進を見せるバフムート攻撃のロシアの主力は囚人を含む傭兵集団ワグネルだった 今ドンバスで正規軍が大幅に増強されつつあるウクライナメディアによるとロシア陸軍はエリートの落下3部隊の半数をバフムート北方約50キロの地点に投入攻勢をかけようとしているバフムートの周辺でロシアの大規模侵攻がすでに始まった元ウクライナ軍人の軍事専門家ジュダーノフ氏は欧米系のロシア語テレビ局カレントタイム TV ボイス・オブ・アメリカとラジオフリーヨーロッパが設立にそう語った 装甲車両との連携がない中、歩兵が進軍する肉弾戦の様相を呈しているという。そのため犠牲者が急増。バフムートをはじめ各戦線で毎日800人以上のロシア将兵が亡くなっている。イギリス国防省は次のようにツイートした2月12日、ウクライナ軍参謀本部によるとこの2週間、ロシアは侵攻開始の第1週以降で最大の犠牲を出した。 このデータの傾向はおそらく正確で直近の7日間では1日平均824人が死亡。これは昨年6月、7月の4倍以上だ。理由はきちんと訓練された兵員や連携、兵器、兵艦などのリソースが欠けていることだ。バフムートなどの状況がそれに輪をかけている。ジュダーノフ氏はロシア部隊がそれでもバフムート方面で前進している一員に、ウクライナ軍の迫撃砲とその弾の不足を挙げる。 イギリス国防省もウクライナ軍は高い損耗率が続いていると述べる防衛に苦戦するウクライナのゲームチェンジャーとなりうるのは欧米製の戦車や戦闘機だ西側の戦車は3月末から4月にウクライナに供与される予定とされているイギリスがチャレンジャー2を14両ドイツ製のレオパルド2をドイツなど数カ国が約80両を送ることになっているアメリカもエイブラムス31両を送る計画だが 時期はずっと後になる戦車は走行が厚く攻撃の際は射撃目標にほぼ100発100中しかも一般の乗用車並みの速さで移動できるロシアの防御陣地を突破する上での決戦兵器だ西側の戦車は性能でロシア製を上回る面もあるようだアメリカの「ホーブス市」誌2月10日はドンバスでイギリス製チャレンジャー2とロシア最強の戦車 T90 との直接対決が起こるかもしれないと予測。 敵の発見能力など戦車の実戦投入が遅くなりかねない情勢だウクライナ兵の訓練の難しさについてレズニコフ国防相は次のように述べる訓練のための最初の戦車部隊をポーランドに派遣している戦車兵がシステムをマスターし整備兵が修理を理解すれば完了するしかし訓練は1台の戦車や戦車部隊で完結しない 中隊や大隊の規模で作戦する場合、歩兵、砲兵などとの連携が必要になる、その訓練は数ヶ月かかる。ウクライナは西側の戦車は300台必要とさらなる支援を求めてきた。ところがここに来てイギリス、ドイツなどを除く欧州の戦車協力区の動きが鈍り、3月末に間に合うかは微妙だ。デズニコフ国防省は300台の中にはポーランドなどからのソ連製戦車も含めカウントしていると、 ウクライナ国民向けには説明している戦闘機も先行き不透明だウクライナの軍関係者はパイロットの訓練に1年はかかると述べる仮にアメリカ製の F16 戦闘機などが供与された場合でも今年は戦力になりそうもない32万人のロシア兵がウクライナの戦場にいるウクライナ政府はこう見積もるアメリカの専門家コフマン氏は25万人余りだろうと見る これでも1年前より数万人から10万人多いがさらなる増派が懸念されているニューヨーク・タイムズ紙2月1日は次のように伝えたロシアでは15万人から25万人の兵力が予備役か訓練中あるいは国内の基地にすでに配置されている彼らをいつでも派兵できる状態だ NATO= 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長も彼らはさらなる戦争を準備し そのため20万人以上の兵士を動員しようとしていると述べたこれからの数ヶ月ウクライナはロシアの大攻勢を持ちこたえられるのか西側はさらなる支援に本腰を入れられるか戦争は決定的な段階を迎えているゴテゴテに回ってしまった欧米の戦車供給マスコミが大々的に報じた結果その前の構成をとロシアに気づかせた結果がバフムートなど東部南部の今のウクライナの苦境に マスコミ報道により重い腰を上げた支援国もあるが、侵略国ロシアを利した側面もある。プーチン独裁のロシアと民主主義の欧米の意思決定プロセスの違いとはいえ、戦争時にマスコミ報道がどうあるべきなのか考えなくてはならない。いずれにしても欧米諸国はウクライナを支えるために、速攻性のある新たな支援を即断即決で実施しなければならない。まずは弾薬、砲弾、携帯式ミサイル、そして装甲車、戦車の前倒し供給を、